つながろう福島。福島の今、6年目の現実にしっかり目を向けよう。を掲げて今日3月12日私もここに集いました。一つの涙を。私は東京電力が再稼働しようとしています世界最大規模の柏崎刈羽原発運転差し止め訴訟で2012年から提訴し原告として戦っているものです。高浜原発の運転停止の大津地裁判決など出るようになりました。憲法が保障する安心安全な生存権に照らして正常な判断のできる裁判官が現れ司法の責任を果たすようになってきたと思います。皆さんこんにちは。私は長野県教職員組合松園地区支部来年度執行委員長の山本と申します。よろしくお願いいたします。昨日は学校が休みだったんですが校庭に長旗を掲げ6年前の哀悼の意を表しました。6年前のこの事件のことを風化させてはならない。私たちも皆さんと力を合わせていきたいと思います。それでは集会宣言を読ませていただきます。集会宣言案。7回目の 3.11 を迎えました。私たちはこの日本で福島で起こった原子力発電所事故のことをその原発事故がどれだけの惨禍をもたらすものであったかということをこの3月11日を迎えるごとにいよいよ重く受け止めることであります。とりわけその惨禍を身に負っている人々の上に思いを馳せます。原発や核兵器と人間の命は共存できないことが時を得るに従って一層明らかになるばかりです。原子力の平和利用などという聞こえの良い言葉にたぶらかされていつの間にかこの地球上に取り返しのつかない毒素が蔓延しとりわけひとたび事故が起これば手に負えない惨事となります。その放射能を無毒化する手段はありません。原発から出た廃棄物放射性物質は10万年以上にわたってあり続けます。それを安全に貯蔵しておける場所はありません。こんな重大な負の遺産を未来の世代に背負わせてよいはずがないのであります。原発が地球温暖化抑制に寄与するという嘘、原発で作られた電気は安いという嘘、そして福島原発事故による放射能はもはやアンダーコントロールだから安全だという嘘を世界に公言するに至ったこの国のありようとその無責任ぶりに怒りを禁じ得ません。6年前の福島原発事故を教訓としてドイツやベトナム、台湾のように脱原発に舵を切った国もあるというのにその当事国である日本が次々と原発を再稼働させ原発プラントを輸出しようと躍起になっていることは人として恥ずべきこと、国策としてありえべかざることであります。最近の公的な世論調査でも脱原発の民意は6割を超えていることが報じられていますがここに見られる国の動向と民意のねじれを正すべく私たちは今日ここに集い市民の良識の声を上げていくことを改めて宣言いたします。2017年3月12日つながろう福島、広げよう脱原発、止めよう再稼働。6年目の 3.11 さらば原発長野県大行進 in 松本参加者一同ありがとうございました。